砂利とかだとね、飛び散ったりするよね。採石のが、まあ、良かったりもするから、ちょっとこの辺ね、深掘りしていきたいと思います。はい。絶対に外交で後悔させない。どうも、外交デザイナーの三輪です。皆さん、はい、駐車場をできるだけ安く仕上げていきたいんですけど、どうしたらいいか分かりますか？分かります。なるべくコンクリを抑えて、はい、まあ採石とかね、使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。いいですね。採石どうやって安く仕入れたり買ったりしたらいいですかね？採石はね、正直難しいんじゃない？自分で買うのは ちゃんと見たことないけど、はい、僕はない認識だった。中にあるかもしれんけど。で、採石はじゃあどこで買うのっていうと、僕らで言うとね、採石場とか建材屋さんにあるから、はい、それもらってくる感じだね。おお、あ、そうなんですね、うん。まあ、ちょっとできるだけ安く費用を抑えていきたいので、うん、ちょっと詳しく教えてください。 OK。 なので今回は、実は業者は教えないコスパ最強の採石時期の意外な落とし穴についてお話をしていきたいと思います。この動画はですね、駐車場をね、少しでも費用を抑えたいとかね、コンクリートを減らして、まあ、採石時期にしたいよっていう方、まあ、そういった方とかね、まあ、採石っていうワード聞くけど何やねんそれってね、いろいろ、まあ、困惑されている方もいると思いますので、まあ、そういった方にね、ぜひ見てほしい動画となっております。ちなみに皆さん、うん、そもそもその採石時期って何なんですか？うんうん、まあそうだよね、はい、ちょっとよくわかんないんで、これちょっとマニアックだよね、このテーマ。分、はい、かりやすく見た目だけの話すると砂利っぽいものなんだよ。採石っていうのはそもそも何っていうと、大きい岩を砕いて、人工的に砕いて作ったものの採石、はい、で、砂利っていうのは基本的にはね、自然にできたもの。地域によって呼び方とか違ったりとかするんだけど、はい、これ愛知県とか岐阜県とかあると、はい、川砂利とか、うん、そこ瀬戸砂利とか、川の中にあるから流れとかで角が取れて丸くなってたりする、はい、どっちかというと自然にできたものを砂利っていうのを定義してる、うん、で、採石っていうのはさっき言ったように砕いたり人工的に作るものを採石って言ってる。で、やっぱり石系ってやっぱコスパがいいんですかね？うん、基本的にはコスパはいいと。だからコンクリートより安いから、コンクリートを減らして採石を入れることが多い。砂利とかだとね、飛び散ったりするよね。採石のが、まあ、良かったりもするから、ちょっとこの辺ね、深掘りしていきたいと思います。はい、はい。採石のメリットですね。まずね、さっき言ったように人工的に砕くじゃん。はい、だからね、サイズ感が実はいろいろあって、僕らの20、30っていう2センチから3センチっていう意味なんだけど、はい、の採石を家周りとかと使うことが多い。家の周りに使うなら20、30ぐらいを使うけど、別にね、30、40とかでもいいし、これ場所によってこれも違うと思うんだけど、で、駐車場にはこの20、30を使っちゃうとつぶつぶだから、はい、車が出入りするときに飛び跳ねるのよ。なかなかイメージつきづらいかもしれんけど、はい、で、駐車場に関しては0の40とか0の30とかいろいろあるんだけど、はい、そういうのを使う。0っていうのは粉状のものと、うんうん、で、粉状のものとその粒の大きい4センチぐらいのものを混ぜて電圧を押しつぶして密になって固まるから、はい、飛びづらくなる。こういう使い方をする。だから場所によって採石に関してはサイズを使い分けるっていう認識、はい、これが採石なんだよね。だから駐車場で採石を使う場合は0の40とかこの辺を僕らは使ってます、うん。他にもね、まあ、採石どこで見かけるかっていうと、実は線路とかにあるんだけど、あのでかいやつですか？そうあのゴツゴツしてあれなんだけど、実はちょっと錆びやすい、はい、どうしても黒い石だから塩分含んでて錆びやすいんだけど、はい、だからね、あの家とかの周りに敷いてもちょっと錆びは出る。別に気にしない人はしないし、はい、もう気になる人は気になっちゃうのかなと思うんだけど、うんうん、ただね、あの黒い砂利とかもめちゃめちゃ種類が多いわけじゃないから、はい、黒いモダンチックな外光とかの場合は割と採石は使っちゃうから、うん、だからそこでこう錆びが嫌な方とかはちょっと敬遠した方がいいかもしれない、はい、っていうところで、まあ、ちょっとした落とし穴で言うと、採石っていうのはどっちかと尖ってる。だから小さいお子さんがいて遊ぶ時に投げてほしくないとか、あ、嫌ですね、そういう危険性をすごい敏感に感じる方は遠慮してた方がいいかもしれない、うん。あと防犯的な話で、防犯砂利と言われているような音が鳴りやすい砂利もある。採石に関して言うと重さもあるから、そこまでジャリジャリっていう響くような音は少ないから、はい、もし防犯をすごい大事にする方であれば、軽い砂利、僕らで言う白川砂利、白っぽい砂利を使うんだけど、はい、そういったものだと音がはっきり鳴りやすいから、もし防犯大事の方はこういった他のね、砂利とかを選んでもらった方がいいかもしれない。皆さん、意外な落とし穴をちょっと聞いてたんですけど、うんうん、結構ネット上でもなんかもう情報が多すぎちゃって、できるだけ値段安くしたいんですけど、ちょっといくつか気になる部分があるんで聞いてってもいいですか？採石のでそんなみんな調べるのはすごいね。みんな安くしたいんだなと思うんですよ。OKOK 採石ってなんか1000円とかで買えるみたいなのが出てるんですけど、実際それってどうなんですか？採石場じゃ買えんと思う。買えないんですか？一般の方だよね、多分。はい、うわ、難しいんじゃない？
契約した状態で行ってランプに詰めてもらうって形だから、1000円とかで売ってない。フラット近所の方が行ってくださいっていう環境ではないと思う。あ、そうなんですね。それ違う。あ、じゃあこれ普通に業者さんに依頼しないとできないやつと思うよ。僕もわざわざ買いに行ったこともないから分かんないけど、で行くならホームセンターとか行って砂利を買うはあるよ全然。あ、そうですよ、ね、そう、うんうん、ホームセンターにもし採石っていう袋がもしあればね、それはそれで買えるんじゃない、はいはい、っていう感じ。分かりました。こういう採石のものっても形がすでにできてるかなって思うんですけど、うん、下に防水シートを多分敷いてると思うんですけど、うん、まあ、その状態で押しつぶしたりすればいいんですかね。家周りのもので20、30っていう、はい、いわゆる砂利の用途で使うものであれば、はい、する必要はない。シートを敷いて、うん、もう敷いていくだけ、はい、これで OK で、駐車場とかに関しては転圧はしなきゃいけない。でもこれちょっと認識まちまちなんだけど、僕らはね、駐車場の場合は防走シート敷かないんだけど、なぜかというとそこで防走シート敷いてもやっぱり車の出入りがあるから破れちゃったりして、うん、飛び出てきたりする可能性があるから、駐車場の場合僕らは敷かない、はい、で40の0っていう採石を引いて転圧をするっていうちょっとマニアックな話なんだけど、はい、まあ、まあ流してもらえばいい。あ、びっくりした。なんか最初はちょっと安くしてこれ採石とか取り入れたいなと思うんですけど、うんうん、はいはい、後々なんかもうちょっと見栄え良くしたいなと思ってコンクリートに変えたいなと思うんですけど、実際それってどうなんですか？もちろんできるよ。採石が仕上がりラインで出来上がっちゃってるから、はい、その上にコンクリートを打とうと思うと大体コンクリートの厚みが10センチぐらいなのね。だと仕上がりラインで採石があって10センチに受けちゃうと段差ができちゃうから、はい、その分高くなっちゃう。だからそのまま基本的にはやらず、一回敷いたかもしれないけど採石を取って、うん、コンクリートの厚み分下げた状態で仕上げて、うん、その上にコンクリートを打つっていう流れになるから、一回敷いちゃっててももう一回掘削して取っちゃうね。でコンクリートの厚み分下げてコンクリートを打てば、元々あった綺麗な高さでコンクリートを打つことができる。なんかそれってなんかリフォームとか、 なんか修繕みたいな費用かかるんですか？やっぱりかかるよ、うん、処分代はかかる。どれぐらいかかるんですかね？どうだろう、この面積によるからね。一般的な住宅30坪だったらどうだろう、10万15万かもうちょっとかな、それぐらいとかいろいろかかると思う。うんうんうん、わかりました。すみません、一個ちょっと懸念点があって、うん、なんかこれ駐車場にこういう採石引くと、うん、なんか車をアクセル踏むときになんかパーンって飛ぶんじゃないかなって思うんですけど、実際どうなんですか？これね、さっきで20、30っていう普通の着物を敷いちゃうと飛ぶ。あ、飛ぶしね、はまる感じかな、空回りじゃないけど、はい、うん、するし飛ぶ、出入りするとき飛び散る、はい、だからさっき言って40、0っていう細かいんだけど、粉状と粒のものを混ぜて転圧すると固まるから、はいはい、それで飛び散るっていうのは比較的薄くなる、少なくはなる。工事してあればなんか飛ぶことほぼないから安心していいと思うんですかね、うん、基本そうする駐車場は。わ、うん、かりました。こういうのって結構業者さんによってやっぱ精度って変わるんですか？精度だったり、でも20、30、粒状のものを引いてるのはよく見るよ、実際に。 で、飛び散っちゃってるのはよく見る。だから、まあ、それが正しいと言われたらそれまでだけど、はい、まあ、一応配慮してこの0の40っていうのを使ったりはする。なんかこれ実際なんか自分で買うのが難しいって聞いて分かったんですけど、うんうん、実際こういうのってどう見積もり取っていったらいいんですか？まあ、普通に採石、できるだけ安くして見積もりしていきたいんですけど、まあ、普通に採石していきたいとか砂利敷き買いとか、まあ、安くしたいって言ったら勝手に提案してくる。大体採石とか入ってくるんじゃない、勝手に、うんうんうん。ハウスメーカー経営さんだとやっぱり割高になるから、はい、直接外交屋さんとか土木業者さんに依頼した方がいいんじゃないと思うから、うん、あ、それはなんでですか？やっぱりハウスメーカーさんとかに依頼すると中間マージンで上乗せされちゃうから。あ、例えば砂利敷きの僕らの見積もりって大体砂利代平米いくら、はい、砂利敷きみたいな感じで入ってるんだけど、うん、例えばね、砂利敷きプラスちょっと別の項目が足されたりして金額上乗せされたりするね、はい、ハウスメーカーさんに依頼したりする、はい、まあ一概に言えなくて、大規模な工事だと大体在庫の平米単価で出したりするんだけど、はい、本当砂利敷きのみお願いとか依頼されちゃったら、うん、ちょっとそういう敷き出間みたいな工賃は見積もりに入ったりするかもしれないけど、ね、うん、ちょっとなんとも言えないここ。はい、わかりました。はい、はい、こんな感じでね、まあ、採石と砂利の違いとかね、採石の使い方について解説してきました。皆さんどうでした？分かりましたかね？結構マニアックな話なんで、まあ、正直そこまで理解しなくてもいいんじゃないっていうのは僕は思ってるところではあるんですけれども、まあ、細かく知りたい方であればね、ぜひ参考にしてみてください。まあ、大体はね、業者さんに任せとけば基本やってくれるような話なので、まあ、そこまでね、皆さんが知らなくてもいいんじゃないっていう内容をちょっと深掘りしてお話しさせていただきました。まあ、今日もね、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。
またね、もっと採石について詳しく話せよとか、なんかコメントあればぜひお願いします。まあ、他にもね、私採石とかで失敗しましたよっていう体験談があれば、ぜひコメント欄の方で教えてください。このチャンネルでは失敗しない、後悔しないための外交づくりについて情報を発信しております。また次回の動画でお会いしましょう。またね。もう大体プロに任せとけばいいんですかね。いいと思うし、はい、めっちゃ極端なこと言ってそこまで知らなくていいんじゃないですか。それより他のこと考えてもいいですか。いい外観を。そうとか、門柱どうしようとか。調べようって。